いつも東京ディープをご視聴いただきありがとうございます。この動画の視聴者は女性に興味のある男性が多いと思います。出会い系サイトのハッピーメールで、私は今まで何人の素人女性とはめてきたか、概要欄にある LINE 公式アカウントを友達追加して、ハッピーメールで素人女性と出会う方法を受け取ってください。今回の動画は秋葉原のコンカフェ女子がモデル事務所所属だったので、パパ活を打診してみました。面白くなってると思うので、ぜひ最後までご視聴ください。では本編をどうぞ。こんばんは。なんていうお店ですか？の働くコンカフェです。え？の働くコンカフェです。モデルなの？モデルやってます。何のモデルやってんの？なんか結構いろいろグラビアやったりとか。顔ちっちゃいしね。これお姉さん？あ、これは私じゃないです。違う？全員あの働いてる女の子がモデルさんで。60分3000円で話できちゃいます。そうなんだ。モデルといえばさ、なんかそのあのパパ活してるモデルとかいるじゃない？どうだろう、わかんない。そういうのやってないの？はやってないですね。何歳？21歳です。21歳なんだ。ちょっと今から例えばお店行くからラストまで行くので、いっぱい飲ませるから。いっぱい飲ませる。あ、いっぱい飲ませます。お酒飲むでしょ？お酒、あ、まあそうですね、いろいろ置いてあります。じゃあお酒飲む？お酒、あ、まあ普通に飲めます。飲める？飲める。で、例えばちょっと5万円ぐらい渡してホテル行くとかはしてないですね。やってないの？うん、やりたいな。やってないです。なんとかお願いできないかな。そうですね、なんか結構でも芸能関係の子が多いから、そういうのちょっと多分事務所的に怒られたりとか、結構事務所な感じの女の子が多いです。バレなきゃ大丈夫？ダメか？ダメですね。ダメなんだ。可愛いね。まあいい、ありがとう。